どうも、ヤドです。今回もですね、将棋王実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうかというところなんですけども。さあ、お相手、初段の方ですね、矢倉棒二号というの方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく将棋王実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手、嬉野流ですね。三連勝同士、仲良く三連勝同士の、対戦ということなんですけれども、まあ、なんていうんですかね、この嬉野流みたいな、戦型になると、まあ最終的にですね、ごちゃごちゃになって、泥沼の時間勝負みたいな感じになって、来やすい、ところがあったりするんじゃないかななんていうふうに思ったりしますので、まあ序盤の時間の使い方大切にしていきたいなというふうに思っております。さあ、これで2筋が今一瞬ガラ空きに見えるんですが、気のせいでしょうか、これ。なんか2筋ガラ空きに見えるよね。ガラ空きにしか見えないんだけど、気のせいなのこれ。気のせいだとしたら、私の目が悪いよね、相当ね。相当私の目が悪いですね。気のせいだとしたらね。2筋ガラ空きにしか見えないんですよね、これね。ガラ空いて見えるんだけど、まあ、果たして気のせいなのか、ちょっと分かりませんね、今の時点では。2分30秒。今の時点ではちょっと分かりません、これは。まあ、これで一回銀取り当てておいて、まあ、これ銀取れますね。なので銀得が成立したという形になりますね、これね。まあ、銀得が成立したので、あとは、そんなに急ぐこともなく、ゆったりと勝負を進めていけばいいのではないかなと思いたいんですけども、一回これ飛車戻っておいて、で、これは銀で、取っておいて、角が来るということなんですが、差したる問題ではないと、判断してですね、まあ、一回ここに、さあ、これで一回角で出ていって王手していきましょう。で、このとき、そういうことか。ちょっと勝負わかんなくなっちゃいましたね、これね。勝負は分かんなくなっちゃいました。まあ一応角で飛車に当ててるんで、まあ桂馬で取られた時にっていう、ことはあるんですけども、あ、なるほどね。2分。まあでもこれで一回ふーっておいて、うん、なるほど。じゃあこれで一回王手していきましょうね。これは王手していくに、限りますね。で、まあシンプルに歩打ってもしょうがないから、ここに銀打って、この飛車閉じ込めて、で、まあ多分飛車切ってくると思うんですよね。角を。あ、そっちを切ってくるのか。そっちを切ってくるんですね。まあ、駒得なので、文句はないですっていう感じですが、この時に勝負決まりますね、これ。ああ、ダメだ。王手してるじゃん。これ王手飛車があるじゃんと思ったんですけど、王手飛車、竜取りが。あるじゃんと思ったんですが、気のせいでした。さあ、これで桂馬跳ねてきて、金取りに作っていって金取りますよっていう話をしておいて。はい、これは金取っていきましょう。で、これは金取っていって。はい。まあ、次のタイミングで、なんか打ってきたら、ここで王手していっちゃってもいいですね。さあ、銀打ってきた。一回ここで王手して、逃げてもらって、はい。で、銀取って、で、桂馬もらっておいて、で、なんか打ってきたら、角再び出ていって王手していくっていう。なるほどね。まあ、でも、これ、角銀打ちで問題ないと思うんで、はい。それはね、ここの王手ですね。受け駒がないんですよね、お相手が。はい。なので、一回問題なく受けられるっていう、そういう寸法になってます。で、これ、角取りに当たってるからね。で、ゆっくり、この歩を取っていって、この金を取りますよ、みたいな話をしていけば、自然と、こっちが良くなってくるんじゃないかなと。思います。が、いかがでしょうか。これは相手ね、打つ手がないよね。打つ手がないんじゃないかと
思いますが、それスルーしていきましょう。これね、スルーしていきます。あー、なるほどね。その辺のなんだろう、危機感はあるね。危機管理能力はやっぱあるんですね、当然ね。ただはい、一回竜に当てておいて、で、ここに銀打ちましょうね。はい、でこれで桂馬で跳ねていって、王様で取ってこられて、もう一回桂馬が打てるんで、まあこれは、ほぼ勝負、決まったと言っても差し支えないんじゃないかと思いたいんだけど、まあこの辺に角打ちますか。一回角打っていって、はい、でここに金打っていって、はい、金取っていって、さあこれで、そろそろ、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ウォー実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうかというところなんですけども、二段の方ですね、UFO 銀を得意の方ということで、勝負は甘くないよっていう、もう今日はそんなことね、ほんと骨の図までね、よくわかってるわけですよ。負けまくってるからね、しこたま負けてるから、今2連勝中ですけど、2連勝じゃ効かないのよ。取り戻せないのよ、負けが。あと5連勝ぐらいしたいですね、できればね。はい、できればそれぐらいしていかないと、ちょっとなんか採算が取れないというかね、まあ、そういう感じの現状でございますが、これで銀出ておいて、はい、これで何、ここに歩でも打ってくるってこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと、どど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 ういうことですか、どど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 どういうこと、どういうこと。さあこれで、さあこれでにわかに駒得をしている気がしているっていう、なぜなら相手歩切れだから。これ隠れていくのどう、結構いいんじゃないと思ったら、そういうことか。2分30秒、切っていくか。切っていったろう、これここに金打って、さあなんかわかんないけど勝負に行っちゃいました。勝負に行ってしまいました。まあここの金打ちで飛車ゲットできると、まずは。ただその代償はでかいよねっていう話があって、その代償の話をされると結構きついっていう。これただで飛車をもらうっていうのを先にできないかな、これ。これでタダで飛車をもらいに行くっていうのできない。できないんだったら謝る。できないんだったら先に謝っとくわ。桂馬跳ねてきたいってことかな、どっちかっていうと。あー、そういうことか。やばい、この金が使えない金だからな。形勢微妙すぎますね、これね。形勢微妙すぎ、マジで。あ、でもこれで一回、この角取れるんじゃない、この角が取れるのはでかいんじゃないでしょうか。この角が取れるのはでかくないっすか。小さい話なの、これは。2分。取るに足らない話なんですかね。さあ、この桂馬も取りに行くよ。はい、これで銀打たれて、さあ時間的にもまだこっち余裕があるから、ちょっとじりじり寄っていきたいよね。この金を活用しないという手はないというか。さあお相手も、さあこれで一回逃げておいて、はい、これ金浮いてますからね。はい、これで、銀取り確定。まあ銀取っておくか。銀取っておいて、でここに割り打ちの銀、割り打ちの銀して、割り打ちの銀して、で相手銀1枚金2枚でしょ。で時間も勝ってるわけだから、まあそんなに慌てるような時間じゃないというかね。さあ、これで
一応角をこの辺に打っておいて、さあやっていきましょうみたいな感じですね。あー、これ逃げ道作ってますよね。これ明らかに逃げ道作ってるんで、とりあえずまあここに強者でも打って、さあ崩していきましょう。これは崩していけるんじゃない？崩していきたいよね、さすがにね。さあお相手に駒渡しすぎないこともちょっとだけ意識しつつ、はい、こうやってね桂馬でなんか絡んでこようとするんで、まあこっちもこっちでね、金駒を渡しすぎるとマジで危ねえぞっていうのがあるから、そこだけは気をつけていかないといけないんで。ただ強者を渡しても問題ないからね、強者を渡す分には問題ないから、さあこれで勝ちが見えるんじゃないですかね。さすがのさすがに意地悪なことするんだ。ああなるほど、はい、これでここに銀打って、これが詰めろクラスで、こっち角持ってるからこれで詰みですかね。詰みまであるんじゃないこれで。はい、これで詰みですね。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。よく頑張ったな。音楽室の古いピアノにもたれて歌だねしてる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて。